はい、皆さんこんにちは、今回のロボットのぞみチャンネルはですね、この氷を作るスプレー、タオルに氷を作るスプレーで実際に氷をで作ってみたいと思います。10回を振ってタオルや帽子に、そして服の上からも使えるということは、洋服を氷にすることができるという。注意、凍傷の恐れがあるので同じ箇所に連続して1秒以上スプレーしない。あ、なるほどね。1秒の噴射で約50回使用できますってことは50秒使えるってことか。あ、なるほどね。今実際に、やってみたいと思います。見てください、氷というか、もうなんかもうこれ絶対あれですよね、ひげ剃りの泡みたいな。冷たい、うわ、めっちゃ冷たい。おー、すげー。実際ちょっとお茶をね、冷やしてみたいと思います。日本語使わないの、でかいわ。あ、こんだけ冷やしたら多分冷えてると思います。大丈夫。